静内駅は、北海道日高郡新日高町静内本町5丁目、一にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は品。事務官コードは132,214。新日高町の代表駅だった。日高本線内では、向川駅と並び列車運行場のようとなる駅で、1986年10月まで運行されていた急行。 えりもの停車駅だった。日高本線が日高拓殖鉄道として開業したのは富川駅から当駅までである。1978年の静内駅と周囲約750メートル範囲。右下が様に方面。貨物列車に挟まれてみがたいが、細い島式と短式の複合ホーム2面3線。駅裏側に留置用側線が2本。 機関庫と車庫線が数本、駅舎横と苫小牧側に、貨物ホームと引き込み線2本を有する。さらに本線と苫小牧側から、上端中央に見える池内紅や、静内工場へ向けて、倉庫間を抜け、道路を横切って専用線が、工場構内へ引き込まれている。この専用線の分岐付近にも留置線や、木工所前の引き込み線がある。国土交通省国土画像情報をもとに、 作成相対式ホーム2面2線と側線を持つ地上駅で夜間大白も行われていた。かつては機関区の宿が置かれ、製材工場への専用線もあった。終日社員配置駅で管理駅として、苫小牧駅を除く日高本線のすべての駅を管理下に置いており、部分配線となるまで日高本線の列車運行管理を当駅にて行っていた。 緑の窓口設置駅であった。駅連タカー業務も行っていた。また、オレンジカード対応の自動券売機も設置されていた。なお、起点駅の苫小牧駅を除くと、日高本線内では唯一改札業務も行っていた。2001年に、それまでの木造平屋建て駅舎を、旧舎をイメージした鉄骨造り一部2階建てに改築した。延べ床面積は205平方メートルで、 新平課長観光情報センター、ポッポを併設している。道南バス、静内案内所が駅舎内に移転入居し、バス乗車券窓口と売店が設置されていたが、2013年3月20日に営業所終了し、定期券販売などは観光協会への委託に切り替えられた。主な駅弁は、下記の通りだった。なお、立ち食いそば、うどん店を運営していた。 西谷弁当店では、蕎麦の他に途絶えていた駅弁発売を復活したが、同店名義で調整はしていない。廃駅となるまで当駅の駅弁はもっぱら、駅弁大会での販売用であり、駅での販売実績がほとんどなかった。JR 北海道によると、乗車人員平均は以下の通りである。駅前日高地方の中心都市である新日高町の中心街である。 国道235号沿いには商店街や大型スーパーなどがある。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。